はいどうも、北の小さちのフェルトです。ちょっと前にハル君が、編集中のフェルトの後ろでバレずに、どこまで過激なことをできるかっていうのをやってたんですけど、ハル君はその編集中僕みたいにそんながっつり集中するタイプではないんですけど、あいつはねもうこれだけはもうめっちゃ集中するっていうのもあるんですよ。もうそれがもうスマホ、まあ集中力っていうかね、もう一度入っちゃうともうずっといじってんですよね。スマホ依存症のハル君の後ろでバレずにどこまでおたげできるのかっていうのをやっていこうと思います。1から5までおたげのレベルを作って順々にやっていきます。果たしてねバレずにどこのステージまでいけるかっていうの、早速やっていきましょう。はい、それじゃあカメラセットしました。というわけで来るのを待ちましょう。あの方もスマホにもうご縁なさってるということで、僕の人は多分こっからいつまでイヤホンつけて動画を見始めるんですよ。というわけで、まあ、早速彼の後ろで、バレずにおたげやっていこうと思います。レインブルーってさ、メモ帳書く意味なくね。レインブルーでやっぱおたげ打ちたいよね。まあ確かに、バラードのおたげやるかな。よーし、3つ目クリア。というわけで次は、彼に攻撃する形でおたげやっていこうと思います。サビ1個やるのに、まあ、実際10秒もかからないぐらいなんで、まあ、一緒にやっちゃえばバレないと思います。なんで俺の後ろでおたげやってんのみたいなこと言われない限りはやり続けます。汚れやばいんだよね。この色逆光だから、今後のツアー照明買おうかなみたいな。この照明絶対買った方がいいと思う。サイリウムを焚いてロマンスしたいと思います。
ペロマンスしかない、全然これなかった。でもこれがオチだと思ってたんで、ね、もう次はもうバレます、もう次はもうバレます、もう次乗り切るのは絶対やらないんで次バレます。それじゃあ最終対決いきます。当たり前のど真ん中に来てた。あ、そう。マジで。まず曲がかかって、何でかけてんのって思って。